小雪です。どうもトゥです。そして神木です。ようこそ長崎へ。はい、来ました来ました。ついに来た。この部屋に3人すごいですね。出禁が解けた。出禁ってなってましたけど。あ、そうなんですよ。出禁やったんですよ、うん、今年からギリ許されましたね。どうやって許されたんですか。それはもう綿への愛を伝えた。全然伝わってないですよ。それで伝えたんですか。はい、ということで本日ですね、なんと偶然にもですね、はい、ワンピースのねコミックス106巻の発売日と重なったので。そうなんです。こちらをですね、あの神木くんと一緒に深掘りしていこうと思ったんですけども、はい、やっぱり SBS の魅力ってすごくないですか。最初に見よった単行本出た時は、そうまずジャンプ派の方もですね、今コミックスのやつ買うわけですよ、うん、そう、誰が載ってるのかなと。そうそうそう、まあ、見るわけですよ。見る見る、もう醍醐味ね。そうね。そうで SBS で最近は結構重要なことが分かったりするじゃないですか、うん、だゾロの家系とかさ、そうそうそう、 SBS で分かると思ってなかったからまさにおっしゃる。びっくりしたもんな、うん、そうだからもう106巻もね、どんな情報が詰まってんねんということ。確かに確かに。いや、ね、びっくりしたよね、あのね、あの質問びっくりしたよね、ちょっとね、びっくりした、びっくりした、まあ、そういうことも含めて3人で深掘りしていきます。はい、はい、まず最初の SBS なんですけども、はい、まずこの最初のページはやっぱね、シャンクスとベックマンはどちらが女性にモテるんですかっていう質問。はい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 。これさ、二人をね、どっちがってちょっと失礼じゃないですか。なんでラッキールを含んでないんですかそう、ハウリングガムもモテるかもしれない。確かに。あのハウリングガムって言ったらちょっとマニアックかもしれないけど、ラッキールはもう対象外と思ってるやろ、その質問者した。最初から出てきてるしね、ラッキールは。そう、うん、この3人は最初から判明してるから、入れてあげてよ、ちょっと。それはそう。そう、面白いのはさ、ベックマンは以前から女が好きですよっていうのは分かってたわけじゃないですか。うん、でも、シャンクス今回ね、自分から手を出す人数はってわざわざ書いてる。なるほど。そう、モテる方はとは書いてない、うんうん。手を出す人数なんですよ、うん。ということは、シャンクスは少なからず、行く先々の港で女の子に手を出していると。まあ、ベックマンが、じゃあ今夜5人行きますみたいな。シャンクス、あ、じゃあ俺一人は行っていうことよね。そういう、なんか比率の問題なんですよ。だから全く手を出してない女の子が好きじゃないんですとは言ってないんですよ。そう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 、そうなってくるとがぜんやっぱりさ、うん、シャンクスの子供なの牧野さんのとか、ね、思ってきちゃう要素が増えるじゃないですか、うんうんうん、多分そう、うん、え、多分そう、あれはこれ確定、うん、なんか確かにこうモテるのはシャンクスかなって書いてあるんで、一人の人を大事にしてるっていう風に取れなくもないじゃないですか。そう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 、確かに確かに。だから牧野さんを大事にしてるがゆえに、うん、自分から行かないみたいな、うん、そういうところがあるのかもしれないですね。でもその過去に出したところで言うとそこがあるから、うん、いずれそれは書くよっていう匂わせ、はいはい、かなってちょっと思ってるんですよそうっすね。どうですか皆さん、どう思いますかね。楽しい、ね、あ、僕は質問者がヤソップを書いてなくてよかったねかわいそうだよな。そう、ここはもう対象外としていいんじゃないですかね、うん、ヤソップがめっちゃ遊んどったらショックやからな。そうね、勇敢なる海の男と、てんてんてんみたいな、ね、男ってそっちの意味やったんっていう、はい、お酒が強いランキングですけど、どうですかね。この中やったら僕は6、7ぐらいにしかならへん気がする。あ、6と7の間かな。みんな強そうだもんね。強そう。俺ブルックにも負けると思うけどな。なんかウイスキーピークでゾロとナミとかって、まあ、すごい飲んでたじゃないですか、はいはい、あそこの関係値も分かっていいなって感じしましたね。そうね、あの時なんか剣士たるものをこう酔わないようにしてたんで、うん、多分ちょっと控えてたんじゃないかなって。あの時ゾロが酔ってたら一味壊滅したもんね。そこかなり壊滅した、ね、あれがお酒が強い唯一のエピソードかな、うん、なんか確かに確かに。あるけどもそれを超えてるジンベイだよね。ジンベイだから好きそうやけどね、うん、まあ、こいつ酒飲んで和の国遅刻してるからな確かにね。こいつ最後も酒楽しみにしてる一人だけ確かに確かに。でもなんかあの麦わらの一味図を見に行かれたと思うんですけど、うんうんうん、ジンベイ像見たらむちゃくちゃでかいじゃないですか。あ、そりゃね、同じ量飲ませても絶対酔わないわって思いますよね。そうよな。そうよ、ね、体がまずでかい、うん、体の中にも水分も多そうやしな、うん、確かにねアルコールを超えて、ね、できそうですもんね一本背負いでアルコール介入アルコールカラテが始まっちゃう。でもまあね、未成年の方もいますからメンバーには、はい、そうっすね、お気をつけください。確かに確かに。もう1ページ目からこのボリュームですよ。いや、そうよ、ね、もう楽しい。次の SBS いきますね。ローの帰国の擬人化を書いてください。これ今、ね、画面出てると思うんですけども、どうですか、モグラとね帰国ということでモグラっていうのはね、肩こりの持っている武器ですけども、はい、上のね、王冠っぽいものがちょうどモグラのね、三三になってるのと同じ感じがしまして、モグラという名前の通り、モグラっぽい擬人化になってますが、肩こりが好きなあのドーナツをね、ちゃんと食べてますね。シャレが効いてますよね、うん、これ肩こりが先にハマったから影響を受けたんかな。いや、そうだと思う。モグラも刀っていうのは持ち主の性格に似てみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、なので多分ドーナツ好きになったんじゃないですか。確かに、うん、それはローもな、疲れたわと思うよな麦わらの一味と案内しろったら「いや疲れたわ」の帰国が他の
国から帰ってきてる帰国もシャリに入れてるんだよ、ね、あなるほど確かにだから疲れたんだよね多分ね確かに確かにこれ擬人化って一向にかっこいいの書かれないじゃないですかそうそうそう読者は結構真剣にリクエストしてるのにそれには答えないぞっていう意気込みを感じますよねマスコットが絶対嫌なんだろうなそういうねかっこいい感じでもねモグラは相当可愛いけどな可愛いこれ普通にキーホルダーとかもしあくキーとかねね、うん、頭が今回特徴やねモグラの3つの槍のところと帰国の上のところ、うん、どうしようもなかったよねこれね ねえおまけ程度ですもんねこれなかったらもう誰か分かんないっていうそりゃそう面白い何持ってるのかなこれ本パスポートなんか地図っぽいっていうかパスポート的なもんでしょうね、うんうん、面白いなどこの国に行ってきたんですかね、うん、続いてこれが多分僕一番今回あなるほど、うん、あ楽しかった部分ですねすごかったね、うん、はいローの覚醒技クロームの K は覚醒の K ですか、うん、それとも帰国の K ですかということで、ねうん、2つとも外れておりましてナイフの K だったということなんですけどもそもそもクロームっていうのは手術台がね、うん、延長してるようなそのまとってるような感じ、うんうん、だからその手術室の中だったら好きに能力を使えるから、うんうん、それがずっとカバーしてるような感じで事前に扱って伸びたってことでね、うん、これだってジャンプで見た時はどういう理屈どういうってねそうなんよな、うん、なってたから、うん、よかったよねこんな確かにそう、まあ、でもしっかりとやっぱ考えてるんよねこの辺をね、うんうん、そう昔 SBS とか前すぐなかったっけかな質問コーナーとかでさルフィが何ゴムゴム伸びますかみたいなはいはいはいありましたありましたそうあれもなんかさ修行したらちょっと伸びていくみたいな、うんうん、これも修行して覚醒をもっともっとできてきたら、うんうん、もっと多分広くなってったりとか、うん、何でもこれできるんですか確かにっていうことができてくるないですか、うんうん、ローム以外にもできそうですもんねだから俺思ったんだよローのさ潜水艦って狭いやんか、うん、ボーラタンゴそうボーラタンゴね、うん、だから中身ルームで広げてんちゃうかと思ったあー拡張してるそう今でこそ覚醒してるから、うん、昔はどうだったんだと思うけど、うん、そういうことすらできそうじゃん、そうね、自分の手術台をちょっと広げて空間をみたいな、うんうん、はいはいはいすごくないですかローって確かにかっこいいよね、うん、あとリリルームね、これどんな感じでできるんだろうね、まあ、でもリモートルームってことよね、うん、そうだから相当いろんなことできちゃうかな、ね、遠隔で、うん、そう遠隔で手術するのなんか前もチートだったのにさらにチートになってますよねこれそうなんよなこれマジで強い能力よな、うん、ねえやっぱこの辺とか結構その黒ひげ戦で出てたと思うよな、うん、見れなかったの、うん、それを凌駕する黒ひげの戦いだったんでしょう、うん、リージョの国宝がもしかしたらリルームとかと関係してるかもしれないもんな、うん、なんで遠隔で使えることなんか意味あるとか欲しがってたしねそうそう、まあ、確かに確かになるほどね覚醒が条件なんだね次 SBS のタイトルめっちゃ良くないいいなこれほっこりするなめちゃくちゃ乗れるのが夢があってかわいいなめちゃくちゃ可愛くかわいい、ね、はいこれも僕たちが気になったその CP9、CP0 の召喚問題、うんはいはいはい、理由はね今回も書かれてないんですよその動機みたいなね確かに なぜなったのか、うんうんうん、けどもその他どうなってんのっていうのについてはね、うん、ちゃんとこれ分かりましたね今回ねやっぱり仮面をつけてるのはよっぽどないよね、うん、ねけどもさその仮面つけてでもさあんまりその差は分からなかったわけじゃないですか、うん、今回、はい、どう思いますこれまあでも一番はやっぱりさっき言ったように理由が知りたいところが分かんないっていうのがすごいなんか優遇されてますよねなんかエネスロビアの壊してさもう殺されても仕方ないぐらいのことをやってるのにむしろ昇格してるっていうのがそうなんだよねそうなここでね面白いのが昇格ってなってるんですよ、うん、もちろんそのゼロになることは降格ではないことは分かるんだけど、うん、他に人がいないからなりましたとかじゃなくて、うん昇格って書かれてるってことは、うんうんまあ、実力や何か功績や思いが認められてこうなってるってことでしょう、うんうん、何かしらのエピソードがちゃんとあったっていう証拠じゃないですか確かにねこれはめちゃくちゃ気になる言葉でした僕はそうね、まあ、少なくともルッチは絶対何かしらのエピソードあったんやろね、うんうん、そうあったんやろなちゃんとあの今回出てきたやんか他のメンバーも珍しくね、はい、久しぶりにただ勇気出てこなかったじゃないですか、うん、今の動力がどうしても知りたいなと思ってる俺からしたら、ね、それはそうね、うん、動力でね単純な強さが分かって仮面つけてるとかって分かりやすいけど、うんうん、どんなんやろなと思ってチャパパ持たへんと思うもんチャパパ2年後どうなってるか知ってますメガネメガネメガネねこんなメガネしてるんですよえこれどこで売ってるのこれすぐ袋になれるんですよ2年後のいいでしょどこで買ったかすごい離れ具合が絶妙だねそうなんよな皆様よかったら買ってみてくださいどこで買えるんですかメロメロメロで石化してしまったら後で周りからロリコン扱いされませんか、うんうん、これは難しい問題じゃないですかまあねどうですか戸田さんまあでもこれ思ってましたよジャンプ界の時正直、うん、なるほど、うんうん、そうだからこのなんか能力的にその可愛いとか綺麗っていうのもその油断なんやっていう結局、うんうんまあ、だから結局コビーが石化せんかったのも、うん、コビーって油断してなかったんやなっていうのが分かってすごいコビーの評価が逆に上がりましたね、はいはいはい、あいやさっきさ下でワタ君見たけどやっぱ可愛いって思っちゃうもんな思っちゃう今
まあ、だからその瞬間もう石化してるの。なるほどなるほど。なってるよ、もうお互いもう無理無理すぐ石化する。いやもうこれはもうしょうがないね。だからよく言われるそのハンコックだからメロメロメロなんですよ、うんうん、だからこれがですよ、ジーザスバージストになってたとしても、うん、油断さえあればな。確かにでしょ。そういうこと。黒ひげ海賊団取ろうとしてましたもんね、うん、そうメロメロの実を誰に食わせる。足りなデボになってもなって思ってたけども、油断っていうところをつければいいっていうだけだったらもしかしたら蹴るのかな、どうなんだろう。いやこれ本当に面白いこのゲームが、うん、そうね。そうだから本当になんか大道芸人みたいな、そういうびっくりした油断もあるわけ、うん、はいはい、心一瞬許しちゃうみたいな、うん、確かに確かに。その瞬間にメロメロメロだったらもしかしたら韓国やったらなんか目がハートみたいに出てたけど、うん、びっくりね、なるほど、びっくりがみたいな感じで石化することもあるのか、うん、まあ、ありえるかも ね、うん、ね、確かに。はい、じゃあその次いきますよ。風船、俺これが結構好きだったんですよこれ、うん、はいはいはい、めちゃくちゃ素敵だなと思った。本当にこうスルーしてもいいとこじゃないですか、うん、でもちゃんとこの本当に何筆かだけなのにこれだけでなんか背景が分かるっていうか、やっぱ海軍っていい組織なんだなっていうのも思うし、確かにドール中将めっちゃいいね、なあ、いいって思いましたね、うんうん、でこれもね、なんか散々その子供たちの治療についてはね、うん、新聞にちょっとだけ書かれてたりとか、はいはい、なんとか言われてましたけど、うん、ようやくこうちゃんとまた明言されて、うん、いいよね、なんかね、確かに。小田先生、不死鳥のマリコさんとお友達になれたら俺も好きだよ。これ好きよ。最後だけあのフォントがね、確かに良い。しかもわざわざあの聞いてる人も良いかどうかマルコさんに聞いてみてくださいっていう。なるほどなるほど。なので名前が友達欲しいもさんなんですよ。はい、なるほど。全て良いって感じ。なるほどね。なるほど、うまいね。うん。振りが決まってるんだねこれ。友達欲しい系の質問増えそうやねこれね。うん、いやでも友達欲しいもさんの名前超えれる。まあね。で誰だと友達なんだって言いたいよね。確かに、うん、めちゃくちゃ嬉しいと思うこれ、うん、続いてがですね、無人調理器にイーストと書かれたとかのボタンがあったけど、うん、あれはその地方の味付けですか、味付けだったらどんな特徴があるんですか。これね、うん、あの俺もジャンプの時言ったよねこれね、これ欲しいわ、欲しいな、これめちゃくちゃ欲しくないですか、うん、500種類の料理に対応してんねんねすごいやろ。いやもうここがオールブルーちゃうかって言っても、確かに確かに確かに、だっていろんなだって地域の魚料理を出したら、うん、もうオールブルーやってしまっちゃうから、1分で調理できるっていうのもすごいよね。すごい。どういう仕組みなんでしょうこれは。プラムより早い。そうだからなんか原材料とかがあるとかじゃなくて、なんか何か水や空気やなんかそういうのから擬似的にここ作り出すみたいな感じかもね。本物の食材じゃなくてみたいな。だって無理だよね。だってコックって職業いらなくなっちゃうもんね。うんうん、確かに確かに。うん、これ一味の船に乗せときたいですもんねこのマシーン。そう、まあ、サンジが許さないと思うけど、どう思うんだろうねこれね。ルフィは喜びそうやけどな。うん、次あのブルックのね、はい、いよいよこう書かれましたけどもどうですかね。20年後40年後何かあってんでしょうあのこういうやり方がすごい簡略化がすごいですね、手口が、はい、どうですか。斬新ですねこれは。まさかねブルックが4期も人生あったと思って、ね、いやいや4期じゃないですよこれ。あの4期じゃないんですか、うんうん、あのロックマンの左上に出てるような感じのアイコンじゃないんですよ。スキル3みたいな、うん、あ3期かみたいな。違うんですよ。第1065話で猫の手も借りたいと言われて、うん、ついていってる猫の名前知りたいです。この赤猫さんがね、ね、かわいいな。かわいいよね、うん、これね、ジョッシュっていうことなんですよ。ジョッシュ猫のジョッシュいいよね、いいな。これさ猫この手も借りたいでさ、サテライトのところだったと思うんですけど、百六巻のさ公式ソングみたいな、はいはいはい、あれも猫の手ってちゃんと書かれてるんだよね。女子も映ってた、そう、いろんなところでこうオマージュをしていくのが素敵よね。ちょっと映るキャラにもちゃんと個性があると。確かに、ね、こんな一瞬だもんな。背中が痒い時に書いてくれたりもするらしいですよ。書いてほしいなすごいいいよね、かわいいな。そしてね、あの戦闘丸の過去はちょっと明らかになりました。これもちょっとびっくりしたね。びっくりした。これどこの国なの。確かに熊王国。熊王国でフィニッシュでいいですか。着地そこで言っちゃった。熊王国言いました皮肉にも野生の熊たちをやっつけた先にあったのがバーソルミュー熊を引き連れるっていうところがまたなんかねかかってますよね。そうですよね、我の国でもないのかもしれない、うん、なんところもね。確かにな。そうね、我の国やったら我の国って書きそうやもんな。そう書きそうだね、うん、
戦闘丸って最初から戦闘丸って名前やったんかな、うん、強さを買われてこの名前が付けられた可能性もありますよね。親に捨てられてるんでもう名前すらなかったみたいな、付けてくれたっていう可能性もありますよね。そして最後ですか、次が翼牛についてですよね。これは光合成によって3年間ご飯を食べなくてよかったということは、わりかし言われていたことが当たったんじゃないですかね、うんうん、皆さんもね、まあ、やはりって感じですね、うんうん、これはね。でもまあこれ一個すっきりしましたよね、これ ね、うんうん、はい、だから本編を見ててあれなんで3年間も食ってねえんだっていう描写をわざわざ入れてるのは、うん、もちろんこういう能力だったって後で振り返った時に気づけるようになるためなので、ね、多分今後このセリフが本編の中で書かれることはあんま なさそうじゃないですか、うんうん、確かに確かに。そうだからそれでも分かりにくい方のためにこう書いてくれてるってことだよね、うんうん、これね、光合成で食わずに済むってめちゃくちゃいいよなね。逆にさ、光合成できない環境にやったら弱るから、うん、確かに、まあ、どんなさ能力にまた相性っていうのがある、うんうんうん、そしたら黙々なんかさ、うんうん、弱い弱い言ってるけどさ、うんうん、黙々であいつの周りを常にこう太陽光を遮ってやったら枯れちゃうんじゃないですか、うんうん、植物だってね、だってあの1週間日に当たらないと枯れちゃうことあるから、うんうん、どうなんでしょうね。なんかモリモリの実ってこう弱点が火みたいな感じだけど、うんうん、そういうのありそうですよね。日光がなかったら弱くなるみたいな、うんうんうん、夜は戦えないとかですね、うん、あるかもしれない。ね、そして、死川真珠、これもねあのよく言われてた通りのことがそのままだったということですけど、うんうん、あと正義が判明しました。これね、はい、来たわ、意外じゃない、うん、死ぬ気の正義なんだって、うん、ね、どういう意味だろうね。すごい、でも海軍寄りの正義っていうか、自分っていうよりもなんか正義を貫きたいっていう感じを受けますよね、うんうん、そんな感じに見えないのに。そうそう、そう 見えないんですよね。そうやね、うん、どっちかっていうとなんか赤犬大好きみたいな感じだったのに、うんうん、赤犬大好きな正義そう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 従属の正義とか、うんうんうん、あ、長いものには巻かれる正義、うん、そう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 、ね、はい。そして、最後ですね、ルッチに怒るナミさんをロビンちゃんがなだめてる場面がありますから、あの時2人はどんな会話をしていたんですかということで、いいよねこういうなんかナミの感じ、すごいよね、ルビンももう許してるって感じだもんな、今はもう無抵抗だからとなだめてます、うん、心の成長を感じますよねロビンの、余裕を感じるよね、うん、ルフィ船長についていってるから、うん、大物感みたいなのルフィさんの信頼度も分かっていいんだよ、うん、なんかね、うん、俺はもうルッチで脅威じゃないんやなって思ったけど、それはね、全読者が思ってます。書いてるもんな、 NS ロビー編の最強の敵っていう、うん、あ今は違うっていうね、まあ、今は強かったなっていうのはみんなやっぱ共通じゃないな。だって仮面つけてるのがさ強い方の別格ってわざわざ今回も書いてるんやからさ、格別みたいな、それでこの集大は良くないですよね。そうだよさ、どうですかご意見番として。怒ってるマジで。小屋ちゃんが先日7月1日で6周年を迎えたんですが、はい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 、それについてどんなおすすめがありますってみんなにうん、ハッシュタグでねおすすめ小屋ちゃん会っていうのを僕作ったんですけど、はい、ほとんど結構ね東亜くんの悪口会ばっかなんですよ、うん、ボロセをめちゃくちゃディスってるとか、うん、CP0 無能説みたいな、うん、みんな思ってんだなと思って、うん、そうやね、ね、大弁者だからね、うん、そういうところがあるよね、ボロセもね、サイファーボールも、うん、それね、ちょっと挽回してほしいですよね、うん、そうそう、まあ、ちょっと神の騎士団には期待したいですね、日替わらの時ですから大丈夫だと思うんですけどね、確かに確かに、今のところめちゃくちゃかっこよく書かれてる、今のところ最強ですから、うんうんうん、大丈夫そうよね、そうそうそう、うん、今のところで信じてる、うん、でも本当はあとねもう少しでまた連載再開しますから楽しみ、ね、日替わらの時の謎やね、うん、空白の100年の秘密や D の意思がいよいよ分かってくるのではないでしょうかということで、うん、はい、今回の SP さんもねすごい楽しませていただきました、はい、ありがとうございました。よいしょ、どの質問がですね気になりましたか、もしよかったらコメント欄に書いてください。でですね、今日たまたま小焼き復活の日にですね、はい、神木くん家に来たので今日一緒に撮らせてもらったんですけど、神木くんとのコラボ会もですねこの後ですよねやらせていただきますので、はい、ぜひそちらもお楽しみにしてください。お願いします。神木かんでさんでした、どうもありがとうございました。はい、フォローしてくださいね、よろしくお願いします。それでは See you bye。 頭の中の果てなブロックを壊して